粉並びやったね。おはようございます。おはようございます。おはようございます。いやいや、これとしてやる。すごい。めっちゃ可愛いじゃないですか。すごい。でもこうなってくると僕らのこのワッペンが目立たなくなってきますよね。まあまあでも。フリルとパッセルまでついてるから。めっちゃ可愛い。これでも今賞を取った場合にはこう、ね、あ、まあ取らないから。いや、後ろに何歩でもありますよ。いかがすか。おー、かっこいいかっこいい。じゃあちょっと、あれくんここ取っとこうやっぱり。いきますか。いや、取っとこう。じゃあちょっと表から、はい、来ます、正面から。どっち、どっち、どれ、どれ。やっといてください、僕設定が時間かかるな。いいじゃないですかね。さあ、というわけで、はい、今日はどこにロケ行くんですか。今日はロケに行く前に、はい、ちょっと報告があります。報告。何、待ってください。おー、かっこ誕生日だって。なんだ、なんだ。カメラさんが始まりまして、はい、カメラを新調した方が一人いらっしゃいましたね。いらっしゃいました。いらっしゃいました、はい、またもうカメラを新調した人がおおいらっしゃるということで、まずはそれをじゃあ開けてもらっていいですか。はい、これ誰、誰開けますか。やっぱ、じゃあ兄さん。え、か開けてくださいってことでしょ。わかんないですけど、開けます。こぼれないかな。いらないですね、こういうの。こういうのいらない、こういうのいらないですか。おぉ、なんでしょう。すごい演出だけど、服がもうスカスカ。じゃあ代表して、おい、どなたが何をどうしたのか。じゃあ行きます。オープン、パーン。おぉ、ちょっと待って。長いこれ。いろいろ A ですけど、ちょっと待って、みんな驚いてるのはなんで。誰か買ったんじゃないの。ちょっくらカメラ散歩。ちょっと待って。これってあれですよね、あのニコンの D7500 で 4K 動画も撮れる。しかもこれタッチパネルでここ、こう動くやつですよね。詳しいってことは、アセンション買ったん。ちょっと待ってください、一回かけてみたら。今日からこのダブルスタンダードでいかせていただきます。よろしくお願いします。おめでとう。これは、こちらはもしかして私のでございます。すごい。ちょっと汗くやめてくれ。本当よ。1ヶ月に1回にしてよ、1人にしてよ。これ、清水の舞台かと言われてもなんとこれ。そうなんちゃう。あっちが迫力ありすぎるね。いや、あのね、開いた瞬間に本当に申し訳ない。わー、俺やっちゃったなー。ね、すいません。いや、じゃあちょっとカメラの説明を亜生くんお願いします。あ、これですか。いや、まあ言った通りこれニコンの D7500、 結構新しいモデルなんですけれども、サイズはですね、あの続くさんのはフルサイズ、はい、私のはですね、その1個下の APS-C ですかね。はあ、はい、これね、もう買って実は1ヶ月近く経つ。ほら、そんな経つの。でも、もうこの日のためにこれ内緒にしとかないといけない。撮っても撮っても SNS にアップすることもできず、僕が撮った写真全部2人に送ってました。すごい。 LINE 全部送ってますわ。なぜそれにしたんですか。これでも、あの、本当めちゃくちゃ調べ倒したんです。で、その、まあ、まあサーフィンが撮りたいっていうのもありましたし、で、まあいろいろ調べて最終的に2個絞ったんです。で、その絞って、あの、唯一相談してたこの番組のカメラに、はい、これ、お前たちどっち行くって言って2つ送ったら、うん、俺、こっち持ってます。へー。で、見せてもらって、で、いろいろ試して、うん、あ、もうこれにしよう。へー、はい、じゃあボディはそうして、レンズはどうしたんですか。これね、あの、あれなんですよ、レンズキットといって、まあ、セット、へー、18から200。はあ、そうですか。まあ、そこそこいいところまで撮れます。へー、はい。EOS KISS M って書いてあります。はい、キャノンですね。キャノンでございます。私は普段でもやっぱりこう使いたいし、旅行行く時にも持っていきたいなと思って、自分で普段でも使えるようなので、これにしました。いや、すごくいいと思いますよ。はい、で、EOS KISS ってあの女性に人気があるシリーズだもんね。はい、しかもね、カメラだけじゃないのに気づいてます？カメラだけじゃないのに？ちょっとカメラ構えてみて。
手元見て。あ、なるほど。え、年中ですね。違う。これね、狙い。あ、ネイルの方ですね。見てこれ。ちゃんとここはもう今日抜かれるぞと意識しちゃってるんです。ねえ。これからするとすごいでしょ、だから。はい、ちょっといいですか。はい。朝くんもそのそっちいいですか。あ、はい。はい、ありがとうございます。じゃあこちらの2つはあのお焚き上げを、いやいやいや神社これで神社に持っていく愛着ある。いやもうでももう視聴者ありがとうございました。はい、皆さんありがとうございました。長い間お世話になりましたけれども、いやーでもほんとハギちゃんに申し訳なかった。しかも並べてあるからね、その違い。いやでもカメラは大きさじゃないです。あの何で撮るかじゃないんですよ、はい、何を撮るかなんですよ。怖かったね。なるほどね。そうそう。でも絶対やっぱカメラ違うねって言うと思うけどね。まああの喫茶店編の時に僕言ってたんですよ、はいはい、あの回は2人とも自分のカメラに不満を漏らしてましたからね。あでした ね。この雨粒とかを撮りたいなと思うんですけど、雨粒が全く映らない。僕の腕にカメラの性能がもうちょっと追いついてない。いや、ほんとカメラいるな。この使いづらいな、このカメラも。何なんだこれ。ブツブツカメラの文句を言い始めた。だから、はい、買うじゃねえかと思ったんですよ。買うとね。でも逆に良かった、買っといて。え、中古とかじゃない。これ新品で、すごい。新品買ったんですか。新品です。うわすごい。はい。二人とも新品ですよね。そうです。マギちゃんも。私も新品。ごめんなさい、勝手に中古。勝手に中古と思ってました。いやー。そうですね。ありましたね。いやもうすごい。まずこのベストが本当嬉しいですね。そうですね。ついに一体感が出ました。はい、じゃあ写真を撮っていきましょう。はい。はい。はい、移動してきました。はい。ここはどこですか。宮崎科学技術館です、はい。なぜ撮影現場に選んだかというと、はい、まあ天気予報が大雨だったということで。晴れた。なんですかこれ。ね、快晴です。いい天気、はい。意外と写真を撮るのに難易度がある。おお。ところが何か所かあるんですよ。はい。まあそれをちょっと撮っていきたいと思います。はい。はい。いい写真を撮るぞ。はい、行ってください。はい、行きましょう。天気に左右されず涼しく遊べる宮崎科学技術館は、体験できる展示物がいっぱい、見て触れて宇宙の神秘を楽しめる施設なんだよ。今回はこちらで撮り比べをするよ。もうハギちゃんのための今日は科学技術館ということで、はい、まあもうまずは体験してみましょう。どうぞ。いいですか。わからないまま入ってみてください。はい、はい、何すんの、はい、何すんの、何すんの、何すんの。僕らは写真を。そうですね、僕ら写真。わぁ、これ全部バフ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 。わぁすごい。中から拭くと、シャボン玉が外に出ます。あれ、ゆっくりゆっくりゆっくり。お、亜生くんのいい音が。でもね、なんか面白い写真撮れたよ。鈴木と久美子はシャボン液の変化を捉えることができた。亜生は連射してみたもののシャボン液の動きがわからないサイズ。構図も大事だね。なんかね、求めてる。あ、お、撮れました。出たよ今。撮ってくださいね。シャボン玉は撮れんかったな。あー、ギリ残ってるわ。あ続く。お見事。久美子の表情もいいね。亜生とおはぎはシャッターチャンスを逃してしまったが、面白い写真になったね。なんか自分が思っている色が出らん。 A は何優先だっけ。絞り優先か。で、絞り優先で今撮ってました。亜生くん、これ見ればいいんじゃない。説明書が。押してもらおう。ちょっと待ってくださいね。現場で説明書。難しいんですよ。なるほど。シャッタースピードの方が今見た、本当にページ。うわ
これ中見たらちょっと怖ってなる。この中を撮ってほしいんです。なんか冬眠してるってことは真ん中が明かりが暗い中、冬眠するクマを捕らえることができた。そして反対からは久美子が一生懸命撮影するおはぎをパチリ。あのまだでもあれなんですよ、何をやってるかどうだったのか。あでもすごい楽しそうですよね、やっぱねカメラが新しいとね。今撮れないのがもどかしい。次はね、煙が出る場所らしいですよ。あ、これ竜巻。これは難しいお題をまたくれるわ。こっち。ほっほー、これ普通にまず撮ったらどうなるのか。あ、意外と撮れるな。なるほど、なるほど。これは難しいよね。亜生くん、竜巻の向こう側行ってもらっていい？竜巻の向こう側へ。竜巻オン。煙は映るけど、煙が映ると亜生くんが映らんし、これを写真ではマジで難しい。つーくさん、はい、向こうから手を中に入れてもらっていいですか？わかりました。そうそうそう、ちょっと待ってくださいね。ああ、なるほど。それ、クミコさんが届くか届かないかどれがいいんですか？いや、なんか神秘的。ねえ。うん。いい感じ。いいアイデア。いいアイデア。いいアイデア。ギリギリ届かないぐらいがいいな。ねえ。こんくらいがね。先生撮れましたか？おお、幻想的、幻想。ああ、これすごい。これいいね、ハギちゃんの手がすごい女性っぽい。ああ、撮れてる、面白いの。すごい後ろのぼかしが綺麗。ハギちゃんのアイデアで、亜生くんのいいね、ちょっと撮れたね。すごい。あ、でもそれもいいね。あ、素敵。これいいじゃん、これ。久美子さんのは？ああ、もうちょっと怖い絵。なるほど、難しいね。面白い、面白い。ミッションチョクラ。すいません先生、こっち目線ください。ちょっとボタン触って、うん、つまみとか前とか触って。めっちゃいいの撮れてますよ。どうね、どうやった？いや、あのフォーカスエリアを51に指定してるんですけど。今までこんなこと言ったことなかった。すごい立ち式出す。ポイントをですね。